はい、どうも、皆さん、こんにちは。今日も元気にやっていきましょう。木金の、キャラケツの、ケスケで聞くの、ケスケです。ポンということで、2021年の12月31日、大晦日からですね、タウンホール1から、育てまして、無課金で1年間ね、育成したらどこまで育つのか検証していく、こちらの企画ですね。はい、ただいまですね、本日、2月6日ですね、の、状況なんですけども、ただいまね、無課金アカウントの方はですね、タウンホール7から、ちょっとシーズン資源の関係でタウンホール8にちょっとね、早上げしていって、で、少し、クラン城とか、あとは、こう、ラボとかも、上げ置いて、落ち着いてきたかなっていう感じとなっておりまして、で、かつですね、はい、ビルダーホールの方に関してはね、もうね、壁以外はね、乾燥、壁とベビドラ以外は乾燥したといった状況になっております。さあ、そしてですね、はい、こちら、ゴールドパス赤ですね、無課金赤と、並走して育っている、ゴールドパス赤、先日の動画でですね、ゴールドパスのシーズン資源で、壁塗ったら、塗ってもゴールド全然使い切れない、かつエリクサーがね、余りまくっているっていうことなので、タウンホール急に早上げしました。はい。なので、まあそうですね。タウンホール級って今までにサブアカ育成してて、もうユニットも、壁も、あとは、施設もフルカンストしても、ヒーローがね、全然乾燥しないっていう問題が、ね、起きてましたんで、まあちょっとタウンホール級に早上げすることによって、まあヒーローもね、早めにゲットして、で、タウンホール級カンストまででこうヒーローと一緒に並走できるかなっていうふうに思ったんでね、タウンホール級に早上げしました。なんで今回ね、タウンホール9のこちらのゴールパスアーカーの方をね、ちょっとメインにやっていこうと思います。なんでクラクラ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、無課金のゴールドパスアーカーやっていきましょう。レッツゴーはい、じゃあね、新規施設ね、何にも当たってないんで、あちゃくいゲットできるから、ちょっと、あちゃくいゲットしておきましょうか。はい、あちゃくいをね、もうゲットしておいて、で、あとはね、これ9秒とかで立てれるんだ。新規施設をね、どんどん立てていきたいと思います。ちなみにね、今ね、俺ね、あれなんですよ、タウンホール級のアカウントね、もう1個あるんですよ。それもね、今ね、育成中なんで、ちょっとその、タウンホール級のアカウントもね、育てていきたい、いこうと思っているんですけども、まあまあちょっと待って、秒で終わるやつはちょっと、立ってていくわけなんですけど、ちょっとそのアカウントに追いついてきてしまっているっていう現状ですね。で、壁も、新規でね、立てるんで、ちょっとここら辺は、4分30秒とかか、ちょっとね、立っていってあげましょう。さあ、あとは、そう、壁もね、時間かかんないんで。あ、タウンホール級って壁何個増えるんだろう。ちょっとそこも気になりますよね。え、何個増えるタウンホール級になると壁って。さあ、村を横断していきつつの。あ、タウンホール8の時ほどじゃない。こんなに増えたんですけど、タウンホール8の時。9はそこまで増えないっていう、感じですね。あとは、まあ、ここら辺の防衛室はまあ、後回しにしといて、14ね、トラップの方。設置の方、してってあげていきます。さあ、もうね、早いもんで。ゴールドパスワーカーもね、1ヶ月ちょっとで、まあ、早上げなんですよね。タウンホール級になったっていうことなんでね。ちょっとどんどん立っていきたいですね。おっと、何が終わった?ちょっと見てなかった。で、あとは、まあ、ここら辺の防衛室か。まあ、ちょっとここら辺は、後回しにしていって、さあ、問題のね、エリクサーもちょっと余りすぎ問題とかも、ちょっとね、解決していきたいと思います。まあ、壁の方はちょっとちゃっちゃかと、塗っていってあげて、さあ、まあ、こんぐらいまでいいかな。ちょっと、空きをね、作ってあげないと。ここら辺の方向もね、全然回収できなかったんですよ。で、じゃあ、ちょっと、エリクサーを解決してってあげていいよね。いや、ちょっと待って。そっか、先に、ちょっと、ラボとかも、あげていってあげないともったいないんで、あげていきます。そうか、クラン城もあげないといけないし、呪文工場も、あ、呪文工場もあれだな。そっか、俺今、建物の方ねえんだ。ちょっと、建物の本がねえから。ちょっと待って、どうしよう。まあ、でも、とりあえず優先度の高い、クラン城とかも、上げていってあげて、さあ、そしたらね、エリクサーが、
余りすぎ問題を解決するために、いやちょっと待って、ゴールドのルーンとかなかったっけ、あ、ある、オッケー、マジックアイテムあるんでじゃんじゃか使ってていいと思うんですよね。あー、でもそっか、金庫もエリクサータンクもそうか、上げ切ってから、うん、やんないともったいないですね。あー、まあしょうがないか、とりあえずまあエリクサーをちょっと消費してってあげないといけないんだ。はい、これでようやく、あ、ようやくじゃない、まだあった、そうだそうだ、宝庫にもまだあるんだって、98万ほどあるんで、まあとりあえず列ごと選択設定、まあ今回適当に抜き取っていってあげて、さあこれである程度空きはもうちょっとできてきましたね。もうちょい壁塗っとくか、もうちょい塗っといて500万ぐらいにしておいてあげて、で、こっからね資源狩りの方がねありますし、あ、そうだそうだ、星4倍ボーナスにもなってるんだ、タウンホールブーストで。はい、じゃあまあ重要なね、こっちのタンク系施設を上げていってあげて、さあそしたらね、久しぶりの資源狩りの方やっていきましょうか。もう資源がパンパンすぎて、このアカウント資源狩り全然できてませんでしたからね。あ、いいっすね、ここちょっとねやっていってあげて、もうせっかくでクイーンとキングも使ってあげようか。どう、いや、レベル低い、レベル低いから進行がめちゃくちゃ遅く感じてしまう、進行遅すぎやしね。あ、でもこれ OK、 タウンホールブーストで迫撃砲がだいぶ痛いな。いいよいいよ、だいぶ削ってってもらって、行ってさ、こっちの金山にも一体当てといてあげて、さあこっちから流し込んでいってあげましょうか。でこれであとは裏からバル、なんかインビジブル呪文もらってんの俺、援軍に。で OK、 これでさあさあさあ少しでもねドラゴン進行させていってあげて、さあ対空砲壊せ、対空砲壊していってもろて、いって、さあいいっすよ。ここでさらに中心部分で、あー、このレイジちょっと空振ってんな、ちょっと下手くそなレイジになってしまったけど、どうだ、いや、よくこっちから差し込んでみるか、一回インビジってあげる、せっかくのインビジブル使ってってあげて、さあこれでいいよいいよ、インビジブル役立った、うまいこと対空砲に、対空砲にターゲット取られたドラゴン隠してインビジってあげたら、うまいこと対空砲壊してくれて前回取れましたね、オッケー、おいしいおいしい。でやっていけばさ、50万も取れて10ボーナスももらえてっていう感じになりますかね。よし、さあタウンホール9っていうね、ちょっと早上げ、ここまで早上げするの俺初めてかもしれない。今までのサーバーアカウントもね結構ちゃんとね施設完走してから上げてたんで、ここまでの早上げって多分ね、ケースケ史上初かもしんない。はい、じゃあそしたらね、無課金アカウントの方もね資源狩り、やっていきましょうか。ちょっとねあちゃくいったキングがね、ちょっと怪我しちゃって寝てしまったんで、ゴーダパサーカーの方はちょっとね回復するのを待ちつつのこっちの方で資源狩りやっていくんですけど、おーっとー、いいところ出てね、援軍何やってっけ、バルーンか。でこっちもねインビジブルなぜかもらってますね、こっちも謎にもらってんすけど、謎にもらってんな、なんでこんなにもらってんだろう。まあ いや進行を助けてもらうためにここに行く、とりあえず打っときましょう。でちゃんとサイドカットをしてもらいつつので、今回もなんかキングちょっと外心出しとこう、外心出しておいてあげつつ、さあこっからもうある程度削りの方やってったら OK、 ここからドラゴンラッシュやっていきましょう。 OK、レイジをかけていってあげて、さあ対空砲もしっかりとケアしつつの、どこに、援軍のバルーン出していこうかな、悩みますね。であとね、いい感じにねインビジブルをね使いこなしていきたい、いい感じに OK、 こっちだな。でタゲ取られちゃってんで、ここ隠してあげて、ドラゴンたちを、いいよ俺使い方うまいんじゃないこれ、いやそうでもねえか、そうでもないと思う、そうでもなかった。で裏からバルーン差し込んどいてあげて、これね今こっちの対空砲がこっちのドラゴンにタゲ取られてるんで、なのでそれを見てね、すかさず裏から差し込んでいってあげれば、さあもう前回余裕待ったなし、やっぱターンホール8まではドラゴンなしでがっつり資源狩りしつつの、土星エリクサー余るからレトロ上げていった方がやっぱり効率的にいいような気がしますね。星ボーナスもね、もらいやすいですし、さあ OKOKOK でこれで、あとはじゃあゴルパサーカの方ね、ヒーローは回復してないと思うんですけど、金庫とエリクサータンク上がってるかな、あー終わってましたね、よし終わってたんで、
じゃあまたね、金庫とエレクサーだけ、やっぱり序盤は、資源施設上げるのがね大事ですからね。でルーもね、効率もね良くなりますから OK で、ヒーロー回復するのに、クイーンは5分のキングは9分、あーまだちょっと時間があるな。じゃあキング寝ちゃってるけど、もう一回ね無課金アカウントの方で資源狩りやっていきます。あ、いいっすね。美味しいところ出てきましたよ。さあ、こっちもね、狙ってやっていきますか。で、もういいや。ドラゴン並べていきながら。今回もう中心部分にね、対空砲あるからね、バルーンね、普通にね、こう展開してっていいな、これ。なんかめっちゃ、それそうだな気がするけど。さあ、で、バルーンを展開してってあげて、行って、さあ、行け行け行け。行け、どんどん行け。どんどん行け。行け。でさらにこっちにもレジを取ってってあげて、行って、あー、それた、それてる、それとる、それとる、いけ、ドラゴンたち、いけ、さあさあ、対空砲に、オッケー、いけ、対空砲、対空砲、そちら、そちら、迫撃砲に行った、おい、おい、あ、でもいい、いい、オッケー、オッケー、向かって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 、オッケー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 、これはもう行ったでしょ、さすがに。いや、でも、いや、チクチク痛えぞ、このね、タウンホール8レベルのアーチャータワーの、このチクチクって、ほんと、バカになんないですよね、意外と。意外とバカになんないんで、ペースを落としといて、少しでも動き早めていこう。ドラゴンたちの動き。動き早めるって大事ですからね。こういったユニットでも。バルーンじゃない、あー、そっち行った、俺。下手くそ呪文の仕方。いや、でもまあ、あ、ちょっと、シュンって、だけシュンって、ちょっとシュンって早くなった。だけど、さあ、これでやっていけば、オッケー、いいね。美味しいね。美味しくいただきまして。よし、無課金アカウントの方はね、今日の資源狩り終えて、さあ、今日の星ボーナスもね、ゲットし終えましたんで、ゲット、完了ですね。よし、これでタウンホールアッチャーにもね、この無課金アカウントもね、なるべくゴールドバーサーカーにね、負けないように、育成の方ね、頑張っていきます。はい、いいですね。40万とこ出てきたんで、行こうと思うんですが、あれ、エアスイどこにある？あ、こっちにあったか、こっちにあったか。こっちにあったから。じゃあ、どうしよっかな。まあ、キングを流していきつつの。あ、こっちに、ちょ、やべ、カドアイクあった。カドアイクあったんだけど、さあ、キングが、あ、キングが、なんか、あ、余計なことしそう。そうだね、余計になんか、変なとこに、あ、まあ、いっか。ちょっと対空砲との距離があれだったので、やっててもらいましょう。で、そうだな。クエイク落としといてあげて、行きつつ進行の方ね。全然サイドカットしねえな。全然カットしねえ。ヒーローレベル弱。弱え。ポイント弱え。まあ、いや、でも、ここはクイーンクロック発動してって、もらっていってあげて、さあ、で、いけば、いいんじゃない？ OK。よし、令状、やって、こっちの方。なんか、様子見ちゃったけど、いくか、これ。さあ、対空を起こせ。いいね、壊すね、壊すね。で、こっちからバルーン出すといってあげて、ちゃんとね、デイジョかけていってあげて、こっちの対空砲に向かわせていく。3段よ。いいよ、いいよ、いいぞ、いいぞ。いけ、レイジに乗っていって。いいね、乗ってるね、この子たち。乗ってるね。さあ、ちょ、ヘイストまででかけてあげて。いけば、さあ、こっち。あー、二手に分かれてしまったんだけど、でもまあ、これで40万ずつぐらい手に入って、かつね、やっぱりゴールドパスアーカーなんで、シーズン資源ですね。シーズン資源とか、あとは、ポイントもね、ちゃんとね、貯めていってあげて、で、マジックアイテムもね、ゲットしていってね、どんどんね、村の育成、育てて、いきましょう。まあ、ゴールドパザーかなんて、20%、ダイクブーストの 20% とか、入ってしまうと、だいぶ、相当、まあ、2ヶ月とかでタウンホール級完走してしまう可能性、ありそうですよね。はい。というわけで、今回はですね、無課金度、ゴールドパス赤の方がね、シーズン資源でいっぱいだったんで、使い切れなかったらタウンホール9に早上げしたよっていう動画、お送りしていきました。いや、まあ、ちょっとね、早上げなんですけど、まあ、結構やらなきゃいけないことがもういっぱいありますんで、まあ、結構ね、アチャクイとか、ババキンのヒーローのカンストと合わせてね、タウンホール9、カンストできるんじゃないかなって、個人的には思ってますんでね、またね、何か変化がありましたら動画でね、お知らせしていこうかなと思います。はい、ということで、ご意見からから動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって、またグッドボタンやコメント、あとは友人やクラミンにシェアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。